集まった人間ども、俺たちはシャドウライン。闇の力でこの世界を包み、闇の路線を広げるのが目的だ。これだけの人間から闇の力を引き出せれば、この街にある駅もすぐに俺たちのものになる。おいクローブ、この街にある駅はなんて名前だ。クロ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 、何々平方公園駅。なんと公園に駅があるのか。よし、とりあえずそれを見に行こう。クロ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 、おいおい、どこ行くんだよお前ら。まっ、誰だ。行くぞみんな。変身いたします。白線の内側に下がってお待ちください。タッチチェン。お前たちは特急1号、特急2号、特急3号、特急4号、特急5号。絶対に許さないからな。ちょっとライト、あの人たちまだ何もやってないよ。え、そうなのか、スカッチ。また勝手に思い込んで。それよりあいつら人じゃないだろ。あの、今から悪いことするんだよね。え、あ、当たり前だ。ハグラ、それ聞いちゃう。いや、ヒカリ、お前らどう思う。とにかく倒す、それだけ。あれもお前たちに賛成だ。てわけで今からお前たちをぶっ飛ばす。さっきから言いたい放題、クロー、奴らを叩き潰せ。クロクロクロ、よしみんな出発進行。クロクロクロ、怪我はなかったか。俺はライト。
が特急2号のこいつはトカチってライト、僕が自分で紹介しようと思ってたのに二人とも喧嘩しない。ってもうみんなこんにちは、私はミオ特急3号よ。そして俺は光、特急4号。ミヤマ光はめちゃくちゃ強いんだぜ。そして最後に特急5号のカグラです。みんなよろしくね。カグラは普段はおとなしいけど、こうだって思った時は何にでもなれちゃうくらいイマジネーションが強いんだ。これが俺たち列車戦隊特急隊だ。あれ、僕だけ詳しい説明がなかったような。え、そうか、トカチはすごく真面目だ。それよりなんか変じゃねえか。あ、シャドウ怪人を倒したのに巨大化しなかったの。そうだ、でもなんでだ。シャドウ怪人の体は闇の力の入れ物のようなもの。それが壊されると闇の力が暴走して。なんだかわかんないけど、わかった。次はその暴走した闇の力を探しに行けばいいんだな。もう、あ、たたたた、あ、ちょっとライト、行くよ、さくら。まったく。え、あ、あ、ちょっとみんな待ってよ。暴走した闇の力よ、ここに来い。よし、シュワルツ将軍、完成しました。地獄の定期券。よくやった。これであの者たちを大地と闇のかけらから呼び戻すことができた。次の作戦を開始しろ。お任せを。さあ、この世とあの世をつなぐ地獄の定期券よ、大地の闇に路線を引き付け、蘇れデーモス軍よ。お前がシュワルツ将軍の言っていたシャドウ怪人か。そうだ、将軍に感謝しろ。将軍が大地の闇のかけらを見つけ、お前が望んでいたことを聞き入れてくれたおかげで、実際この世に復活することができたのだからだ。もちろんだ。破壊された大地の闇、我はそこに残されていたデーボス軍の恨みの集合体。そんな我に再び復讐するチャンスを与えてくれたのだ。我らデーボス軍、シャドウラインの力となろう。いいだろう。契約通り、特急者を倒した暁にはお前の恨み復讐する相手に我々が協力してやろう。必ずよ。この地獄の定期券を持っていけ。すでにこの世とあの世はシャドウラインによってつながっている。それを持っていけば再び倒されても地獄から戻ってくることができるだろう。感謝する。よし、特急者がすでに動き始めた。必ずや今度はあいつらを倒し、この仕様を我々シャドウアインのものとしてみせる。あらぞ、行け。さあ人間どもよ、やつらの最後たっぷりと見るがよい。浅いぜ、トカッチ。遅いぜってどこに向かってるの。手がかりとかあるの。そんなもんない。やらそうだって待ってからに走ってんだけだ。またそんな適当な。みんなからもはぐれちゃったし。気にすんな。はぐれたけど勘は当たったみたいだぜ。気にするよ、なにこいつら。気持ち悪いな。シャドウラインじゃないみたいだけど。
とにかくやるぞ、スカッチ。あんまり強くねえな。なんなんだろう、こいつら。お、生きてる。大丈夫、二人とも。倒したのに起き上がってくる。起き上がってくるなら、来なくなるまで倒せばいい。無駄だ。ただ。貴様たちが特急上か。そういうお前は、こいつらの親玉か。そう、我々はデーボス軍。デーボス軍って、なんだ。知らないのに驚いたの。ふざけたやつよ。それに我々を知らんとはな。悪いな、俺たち記憶をなくしてるんだ。なるほど。で、そのデーボス軍が俺たちに何の用だ。シャドウラインからの依頼でお前たちを滅ぼしに来た。ってことは俺たちの敵ってことか。待ってないと、あいつさっき無駄だって言ってたよ。そうよ、我々は地獄から蘇った。倒されてもすぐに蘇る。じゃあ結局倒せないってこと。そういうことだ。さあ、おしゃべりはここまでにしよう。ここからはお前たちの悲鳴を聞かせてもらおう。やれ。なあ、貴様たちも戦隊ならば、どれだけ痛めつけても起き上がってくることは特殊済みだ。よくわかってんじゃねえか。ファイト！さすがはデーボス軍だな。シャドウライン、そんな死なない敵だけでも厄介なのに。シャドウライン軍です。どうやらすでに諦めてるやつがいるようだな。ならばそいつだから、すいません。いや、光、二人を頼む。力はイマジネーション、想像力と聞く。だが我々は不死身、つまり無限。想像などで投稿できる次元ではない。そろそろ最後にしろ。分かっている。そう、で最後だ。そのこの攻撃も俺の想像の範囲内だ。なんだと？分かってないのはお前の方だ。想像することを諦めない限り、イマジネーションに限界はねえ。お前の命が無限なら、こっちは無限の方法でお前をぶっ飛ばしてやる。お前が泣いて謝るまでな。どこまでもふざけたことを。それにこっちは5人だ。つまり無限かける5倍で超超超超超無限だ。いえ、意味がわからん。ライト、無限に数字はかけられないよ。本当すごい理屈。でも無限にぶっ飛ばすっていうのは悪くない。あれと、これと、これと、とにかくやっちゃおう。何をしている。こちらが有利だというのに。その通りだ。うん、そう
像と現実は違う。それを思い知れ。想像したことを現実にする。だから面白いんだわ。くだらん。消えてなくなれ。特急じゃ。ごめんな。俺を仲間が大地の闇のかけらを見つけてすべて破壊した。もうお前らに復活することはできない。二度と。どうやら形勢逆転みたいだな。わざわざ貴様たちを闇に葬ることに変わりはない。特急じゃ。我らシャドウラインの闇の力見せてやる。あろう最終決戦だ。奴ら戦隊を潰せ。了解。うわ行くぞ特急じゃ。あれるぜ。止めてみな。出発進行。僕の話題のトカチと僕の
一緒に勝ったということ。ああ恥ずかしいからギャグも説明しないで。クリーンボーイ、クリーンボーイ、それって未熟者って意味だよね。お前懐かしいやつだ。急に彼に親近感が湧いてきて。貴様ら、それじゃあとりあえずボーイお手並み拝見とさせてもらうぜ。俺たちが先輩だからだ。意外とブレイブだぜ。
俺には見える。お前がイメージした俺たちの姿が。ござぐる。今からそれを見せてやる。覚悟しろ。調子に乗るもそこまでだ。その辺の口二度と叩けぬようにしてやろう。シャーリなイマジネーションと史上最強のブレイブがある限り俺たちは負けない。荒れるぜ。出発進行止めてみな。執着駅これが俺たちのイマジネーションだ。充电。